どうも、のりです。はい、YouTube が始まりましたということで、初めての動画なんですけど、僕の紹介からまずちょっとさせていただきたくて、今渋谷のね、美容室で愛東京っていう美容室で美容師をやってます。これからね、僕のそのライフスタイルだったりとか、生きていく中でのね、なんか出会いだったりとかを動画にして Vlog 的な感じで、まあ、ラフに撮らせていただけたらなと思って。で、美容師なんですけど、ちょっとハウトゥー動画とかそういう形式のものじゃなくて、まあ、もうちょっとね、日常的なことをね、メインで撮っていくんで、のほほんってした感じで見てもらえたらなって思ってます。もともと僕、有名サロンのオーシャン東京っていうメンズサロンで3年半ぐらい働いてて、でそこで僕の先輩に当たる方がいたんですけど、その方も一応退社して、今福岡と東京でこう行ったり来たりしながら美容師をやってるんですね。僕も美容室を辞めて、個人契約っていうので、あの美容師をやってるので、まあ実際にその有名サロンで働いてた時と今を比較してどうなのかっていうのと、どうやって働いてるのかみたいなのを話せたらいいかなと思って動画撮ってます。まあでも結構今業務委託とかフリーランスに大手企業からこう移動する人ってすごい多くて、移動しようかなと思ってる人もいれば、まあそうじゃない人もいると思うんですけど、まあそういう人たちの参考になればいいかなと思って、よかったら最後までね、見てっていただけたら嬉しいなと思うんで、まあ一旦その先輩が1時間後ぐらいまで帰ってこないんで、ちょっとゆっくり僕は休みます。今帰ってきたんで、なので少しだけお待ちください。はい、さっきのオープニング撮ってから結局ね、2時間ぐらい経ちまして、もうね、12時前ですね。はい、やっと先輩が着くってことなんで、ちょっと向かいます。はい、また合流したら動画撮ります。こんにちは、今ご飯食べてる田崎大輔です。結構かっこいい感じの、もともとオーシャンで働いてた先輩みたいなのにしてたのに、めちゃダサいじゃないですか、登場。ご飯食べてます。でも全部食い終わる。食いながらちょっと嫌や、なんか。いや、もう今の時刻12時5分っす。すいません、2時間遅刻しました。とりあえず乾杯しましょう。はい、そうですね。いや、大丈夫っす。あーあーあー、もう一日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日の動画はこっち。田崎大輔さん、オーシャン東京退社して、東京で行ったり来たりしてやってるんですけど、どうですか、ぶっちゃけ。スパサラ美味しいですね。ですね、まあのりくんの、先ほどのりくんがちょっと一人で多分ボロボロ話してると思うんですけども、先輩にあたる、前者の先輩にあたる田崎大輔と申します。まあ僕の中で決めてたことっていうのはたくさんあるので、それに向かって、お前笑ったよ。いや、真面目な性格出すぎなんですよ。あ、まあ、シンプルでいいね。卒業式じゃないですか、もう。まあそうですね。でも A 型なんで、もうこういうとこ出ちゃうんですよ。そうなんですよ。まあ、まずはその多分辞めた経緯みたいのって絶対みんな気になると思うんで、じゃあ僕から言いますね。そう、辞めた経緯は、有名サロンにいると、そのね、ブランドネーム、そう、オーシャン東京っていうブランドネームが、まあ、僕の中ですごい大きくて、まあ、僕としてもね、支えになってたんですけど、まあ、このままだと、まあ、10年後とか、まあ、20年後、自立していこうってなった時に、会社の力を借りすぎちゃうかなみたいなのが、個人的にあって、今のうちから、ちょっと険しい道のりですけど、辞めて、自分でやっていこうかなみたいな感じで。やめましたね。まあ、大輔さんもだと思いますけど、やめたらやめたらやっぱきついっすよね。有名サロンの名前がなくなるみたいな。その看板っていうものはすごい大きいものが感じたっていうのは、やっぱやめてすぐ気づくし、まあね、全部捨てるって怖いけど、挑戦するには絶対に何かを捨てて挑戦しないといけないっていうね。じゃあ大輔さん的には辞めた経緯みたいなってどういう感じだったんですか？僕が辞めた経緯は正直、まあほとんどの人に言ってないんですけど、まあ、入社当初っていうよりかは美容学生の時からの夢があって、何が何でも5年後には辞めるっていう、本当に関わってきた方に対してね、ちょっと申し訳ないですけどね、
それは決めてて、やめた経緯っていうか、まあ、シンプルに決めてたこと。まあなんか今のその時代背景的にやっぱその辞めてフリーランスになるっていう人がやっぱりいっぱい多いじゃないですか、うん、だからやっぱこう世間一般の目からすると会社に対してなんか思って辞めたんじゃないかとか、あ絶対そういうのってなきにしもあらずだと思って、うん、どっちかというとやっぱお客さんからも言われたりするんじゃないですか、そういうのは。そうね、今こうやって東京に戻ってきてお客様を対応してると、まあ、なんで辞めたんですかっていうのもありますし、何かあったんですかって聞かれるけど、正直本当に何もなくて辞めるってなってくると、何かあったのかなって絶対みんな思っちゃうけど、正直あの会社を超えてくる会社ってあるのかなって思うぐらいすごいし、なんだろうね、そこで会社に入ればまた同じ環境で当たり前っていうのが当たり前になっちゃう。だったらその当たり前を知りたいっていう部分で一人になる、もう違う地で一人で最初からやるってなったら本当に全部自分でやんないといけないし、頼るものがない、言ったらお客様もいない、当たり前っていうものに対して感謝の気持ちを絶対に忘れちゃいけないっていうのを、まあ、改めて気づいたよね。クレーム対応とか、そう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 、まあ、予約管理とかそういう部分、だからそこは結構でかいとこだなと思ってて、うん、例えばホットペッパービューティーとかみんな予約のサイト使うと思うんですけど、それにも50万とか100万近くの金額がかかってて登録するのに、僕はまだ使えるんですよ。一応会社に属してて会社の中の業務委託なんで、一応ホットペッパーには、まあ、記載されてる、うん、登録料は会社が払ってくれてる代わりに、フリーランスで全部自分でやってる大輔さんとかよりは一応歩合は低く設定されてるみたいな。結構なんかいろんな働き方の形があって、でも大輔さんは全部やるタイプ、その代わり還元率はフルマックスみたいな感じ、几帳面だからこそそれが成り立ってるみたいな。超豆だから、うん、ルーティンを作ってそこの部分にね、はい、埋め込めばいいだけだから簡単にできるけど、うん、性格の問題もあるよね。お金もらえるから俺辞めてフリーランスになるみたいな軽い考えで行っちゃうと、うん、後先こうまあ、後悔することになる可能性もあるってことですね。そうだね、そこの部分に対して、うん、フリーランスっていうものに対して個人事業主ってつくから、うん、一自分のなんだろうね、会社まではいかないけど、うん、もう責任が全てになるから自立っていう意味でもあるよね。すごいね、今めっちゃ言われてるけど、うん、ダメだよとか、5年後10年後亡くなってるみたいな、5年後10年後どうするのとか、フリーランスしてる人はバカだとか言ってる人いるけど、正直のところ言ったら、じゃあ言ってもいいんだけど、その人が考えてること考えた方がいいよ。みんながみんなそうじゃないよ。このステップアップの中で選んだ道なんだから、一生やる人はいないっていうものに対しては保証はできないけど、うん、いや一生やらないよっていう、まあ、分かった上でやってるんだよ、そこの部分でけなすのはちょっと違うよね。挑戦してやってることに対してダメだよとかバカだよとかいうのはちょっとおかしいかな。まあなんかそれを言うようなタイプの人の方がやっぱり会社に属して、うん、ちゃんとそのまあ歩合率は確かに低いかもしれないですけど、うん、お店のブランドネームでやっぱお客さん呼んで、うん、その一人一人担当してみたいな方がまあ性に合ってるっていうか、そっちの方がいい働き方にはなるっすよね。そうだから人それぞれの性格だと思うし、なんだろう言ったら。ずっと会社にいることに対してしっかりできてない状況のところに対してずっといた方が俺は不安だけどねって思う。あ、まあちょっと話変わるんですけど、集客、うん、まあポイントとして、まあ、2個目のポイントとして、うん、集客っていうところ、大体僕で来てくれるお客さんって僕がこう SNS とかインスタグラムで集客かけて、そこで僕を知ってくれて来てくれる人がほとんどで、ホットペッパーと個人の SNS の集客率を比較すると大体8対2とかのレベルなんですよね。だから自己集客できないと、そうだね、あのお話にならない、お話にならない。他の地に立った時にね、もう今までやってきたものってたかが知れてるから、うん、来ないっていうのが現状。そうですよね。だけどその来ないに対してどうやるかっていうまた考え方っていうのが、うん、またさっき言ったように会社に所属してる時の当たり前っていうものをなくしたから分かること、うん、自分でやらないと01は本当に
難しいけど100はそこから頑張ればできるの誰でも、うん、それを頑張らないだって効率が悪いとかあるけど、それをどう頑張るか、広告を打つだったりとか、うん、それって結局勉強だからね。普通の美容室で80万円売り上げてる人がフリーランスで行ってもまあ50万は稼げるだろうみたいな、うん、で50万稼いだのの 80% バックだったら、まあ正直会社に属してるよりも多分倍ぐらい給料もらえるんで、そうだね、だからそっち行っちゃった方がいいだろうみたいな考えで行くと多分後悔するよねっていう。後悔する、後悔する。最初の3ヶ月とか絶対にもう本当に今まで経験したことないようなぐらいの数字になるし、まあそこの部分でどう頑張るかが多分本当に根性だし、まあ根性っすね、本当にだからそこで落ち込んでる暇ないよっていう、もうお前が選んだ道じゃんっていう、うん、そのどうせ他行ってもお客さん来ないよとかっていう声ってめちゃくちゃ来て、そのオーシャン東京にいるとみんなが多分思ってる以上にこの全国からすごいお客さんが来てくれて、技術を 100% 提供してればお客さんはお店が呼んでくれるっていう、そういう環境だからすごい売り上げとかも高いし、なんかこう美容師としてどんどん出来上がっていくっていう階段ができてるんですよ、本当に会社はね。でも僕はもうデビューする前にいなくなるっていうのを言うから、それで育ってきた人たちからするとどうしても理解できないポイントみたいのは多分あって、うんうんうん、だからすごい言われましたね僕は。ねえ、そうだね、はい、経験した人たちだからっていうのと、もう自分たちも分かってるからそれに対してね、うん、見上げてるっていうのもそうだし、そう、だそんだけ集客が難しいってことですね、うん、辞めてたい1ヶ月目がアシスタントで、で2ヶ月目から僕スタイリストになって、本当に友達ばっか呼びまくって、そうね、お客さんほっと来ないみたいな感じの経験して、うん、今はもう1日まあ多い時で17人と20人ぐらいこうお客さんが予約してきてくれるっていうとこまでなんとか自分の力で持っていけたっていうのもあるんで、僕のその集客論だったりとか、まあ大輔さんのそのフリーでやってる中での集客のポイントとか最大のさせ方みたいな、僕たちってその業種っていうか形態の中だとまあうまくいってる方だとは思うんで、そこのアドバイスじゃないですけど、まあ、そうね、そういうのもまた今後できたらいいなみたいなのはあるですね。3つ目の話いきます。実際に給料、お金についてみんなが思ってるのって、なんで辞めたか、うん、お金実はもらってないんじゃないかとか、フリーランスになった方が給料やっぱ上がんじゃねとか、うんうん、個人になった方が上がんじゃねっていう人が多分多いと思う。すごい多いと思う。だからその人たちに本音、うん、みたいなのを伝えられたらいいかなみたいな。すごい多いと思うよ、うん、僕多分他のフリーランスの方とかだったら所属してた地域で多分フリーランスをすると思うから、うん、その人たちは多分給料上がると思う。僕からしたら地元に帰ってるんで、お客様がいないところに行ってるから正直めちゃめちゃ低い。アシスタントはこのぐらいかな、なんか惹かれ物したらアシスタントのこの以下っていう考えのが3ヶ月続いたよね、うん、もうそれも分かってたし、その分だから貯金してたし、うん、貯蓄があったからこそできることでフリーランスしましたってなったら多分今所属してたよりは多くもらえると思う。え、じゃあぶっちゃけオーシャン東京にいた時割ともらってたんですか。もらってたんじゃん。比較する職業がないけど、平均年収を調べると多分出てくると思う、年齢に対しての平均年収、うん、で多分それよりかは上だったよ、うん、アシスタントは多分こっちは低いよね。まあそうですね、雇用形態っていうものがあるからね、やっぱり地域密着サロンの方が多分アシスタントの子の方が多いと思う。間違いない、友達とかね、同級生とかね、他の会社のオーシャン東京のアシスタントの時の給料って本当に一般の会社とかで勤めてる人たちの給料とかに比べるとボーナスもないし、給料面もみんなのその想像通りちょっと低いんですよね。僕的には満足してたんですけど、それが当たり前だと思ってたんで、まあそうね、当たり前の環境って思っちゃうよね。それがね、また修行の期間だっていう感覚があったから、うん、別にもらえてないことに苦は全く僕的には感じてなくて、お金に対して不満はなかったよね、あの時は、うん、業務委託っていう形態になって、まあぶっちゃけ自己集客みたいのも
割とできてきた立場だから言ってるんですけど、うん、給料で言うとうまくいくと桁は変わるなっていうのは正直なところあるですね、うん、でも本当宝くじみたいなもんなんで、それってそうね、そう、来年はどうなるか分からないし、やっぱ考え続けないとそういけないですね。終わっちゃうから、そうね、うん、人生ポケモンだから。だからまあある種アシスタントの時のその貪欲さがまた帰ってきたみたいな感じですよね、うん、そうなんだよ、立場が変わって。ちょっとノリに伝えたいって感じだよね。じゃあノリどうなの、逆にそのさっき言ったようにその後悔なのか良かったなっていう思いなのか、うん、ああ、だから僕は正直オーシャン東京っていう会社に対して不満があったとかっていうのは抜きにして、僕は辞めて良かったなって正直思います。僕もその上を目指したいタイプの人間なんで、階段ができてるとかっていう仕組みがあんま好きじゃなくて、はいはいはい、よりかは自分の力でこじ開けてここまで上がったっていう成果が欲しくて、そこに対してやっぱり自己集客して自分を求めて来てくれるお客さんが増えてくっていう実感は僕はあったし、そうね、それがやっぱお給料とかにもつながってくるし、お客さんからの感謝にもつながってくるんで、僕はもうやめて正直良かったなと思ってます。ね、そういう考えの子も多分いると思う、自分の力でっていうものもいると思うけど、まずその基盤作りが大事だよね。まあ基盤作りは 100% 大事、 100% 大事だから、今から就職する子とかに向けてそう伝えたいよね、うん、そうですね、こういうのがあるんだけど、ここの頑張りがあったからこそこれがあるんだよって、それはもうほんと間違いないです、うん、基盤がないとうまくいかないし、 うまくいく人は努力しないとうまくいかない、そういうこと、うん、簡単な世の中じゃないんだよっていう、軽はずみに行動すると痛い目見るよっていう動画ですね。はい、結構長いことお話ししてたんですけど、はい、まあ、この辺で終わりましょうか、終わろうかなと思います。動画を見てくれた人とか、まあ、美容師でいろいろ悩んでる人は深く深掘りして考えた上でちゃんと行動してください、うん、じゃないと後悔しちゃうんで、うん、じゃあ今日は動画を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次の動画で。バイ。アラブユーチューブ。